ベッツさん、絶好調の理由が判明。ドジャースで主に1番ショートを守っているムーキー・ベッツの爆発が止まらない。開幕から7試合で25打数13安打10打点12得点4本塁打 OPS は 1.836 という驚異的な成績を残している。開幕2試合目から4試合連続で本塁打を放ったが、これは明らかに大谷翔平効果であろう。次の打席に昨年のはリーグ本塁打王が控えていることで、各投手はベッツと勝負せざるを得なくなった。相手投手が警戒しながらもストライクを投げ込んでいくところをベッツは待ってましたとばかりに打っている。データによればベッツは初球を打った本塁打が39本もあるという、思い切りの良さが彼の身上なのだ。断言するな。大谷効果があると言っているだけで効果の大小は断言していない。ベッツは通算256本塁打だからな。初球39ってそんなに多いんかな。大谷の打球速度のおかげやで。もう何でもありやん、こんなの。ベッツは大谷がいない去年も超一流の成績なんやが、トラウト絶好調なのはレンドンがいるから。大谷すげえ。いやこれはあるやろ。もともとベッツは大谷より上だし、二刀流できない今の大谷じゃ相手にもならんって。投手できない今年は今だけじゃなくずっとベッツの引き立て役で終わる。肝心の大谷が下振れしてたら意味ないやろ。二刀流が大谷よりショート守って打撃でも守備でも毎試合貢献してるベッツの方がすごい気がしてきた。大谷投げるでも起点になるかどうかぐらいしか登板しないし、ローテ離脱し、あんま二刀流の貢献力ってないのかも。離脱されるとローテも2番もいなくなるから首脳陣嫌かもな。そんだけすごい選手ってことだけど、首脳陣的にはエースと主砲が同じ選手である必要ないよな。むしろリスクスキャンダル巻き込まれて離脱されたりしたら最悪だしな。日本からスタジアムへの広告スポンサーたくさん連れてきてるぞ。チーム的にはそれで OK。 球団からしたら一番価値があるのは間違いないな。まあ年俸105億の DH 戦だもんな。本来なら今のベッツぐらいの活躍期待されてたんじゃね。まあ今年のドジャースはプレーオフで活躍した選手が全部持ってく感じじゃね。ヤンキース時代の松井のパターンやね。大谷はラスカケ起こさんようにマイペースでやってほしいわ。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。